皆様温かい目で見守っていただいて、演目が終わりましたら、始まるときと終わるときは大きな拍手を、温かい拍手をいただけると嬉しく思います。ちなみにですね、楽の紹介いたします。砂竹ですね。砂竹よいしょ、砂竹。今ですね、学4人いるんですが、3人参っております。自治会長の佐藤一夫さん、それから横にいるのは佐藤明憲さんですね。佐藤さんも明憲さんも、今日のカメラのためにですね、帰省して舞を学園に入ってくれ、学や舞に参加してくれている一人です。それから笛は義朝さんですね。先ほど公人を待っていただきました。これからまた神々で出てまいりますが、今雅也くんのおじいちゃんです。おじいちゃんと孫の共演も見ていただけると思います。鐘は橋本哲則くんですね。橋本くん役場にずっと勤務していますが、橋本哲則さんですね。神楽のこの神楽の保存会でですね、一生懸命神楽を練習してくださっている一人です。どうぞ上の方にお越しください。横はまだずっと空いてますので、どうぞ興味あられる方は上の方へどうぞ。準備ができましたら舞い始めます。砂竹です。どうぞご覧ください。花道に舞い手が出てまいりましたら、どうぞ皆様大きな拍手でお迎えくださいませ。なお、この綱竹を奉納いたしました後に120周年の記念式典を始めたいと思います。どう�ぞですね、まだあちら側の東側の椅子はたくさん空きがございますのでね、皆さんどうぞ上の方にお上がりください。どうぞ椅子にかけて神楽ご覧ください。この綱竹が終わりました後に記念式典を始めますので、この綱竹一座奉納しました後に記念式典を始めます。またご案内ですが、富くじ1枚100円でお一人様10枚までお買い上げいただけます。7時ごろ抽選いたします。1等は3000円でございます。どうぞですね、たくさんの方のご購入をお待ちしております。まだまだくじにもですね、数に余裕がございますのでね、ぜひ皆様富くじお買い上げいただければと思います。それから横の箱はですね、ピンバッジでございます。欲しい方はどうぞお一つお持ち帰りください。抽選箱のような木箱の中にですね、ピンバッジが入っておりますので、ぜひ今日の記念にお持ち帰りください。それでは演者の準備もできたようでございます。砂竹ご奉納いたします。
またどうぞもう一度演者の皆様に大きな拍手を。ありがとうございました。4人の教え子